今日もそのチャレンジしてみます。練習すれば必ずできる。自信は成功のもとです。Thank you.
けしましたが、一つ二つ音を外しましたが、何回も練習すれば完璧に弾けるようになります。手首や肩の力を抜いて、打鍵の1、力を抜く脱力、これがピアノ上達の基本です。先生も初めて今日はチャレンジしてみましたが、間違いやミスは誰にでもあります。完璧をやめて、チャレンジはレンジはレンジでも良い子のチャレンジ、子供チャレンジでございます。悔しいからまた練習する、そうやって先生も何度も何度も反復練習、部分練習を重ねてできるようになります。謙虚な姿勢、謙虚に日々邁進しております。それではだるまさんが転んだ、最初はこうじゃんけんぽん、生まれたて赤ちゃん3歳、5歳などとやげて文句の叫びに、ロータンの考える人、芸術とは一長一短ではなかなか身につきません。少しずつ練習すれば必ず成果が出ます。皆さんも長い目で子どもさんの力を信じてあげてください。長い目で何でも少しずつ見守ってあげましょう。それでは